向こうの島まで競争です。望むところだ。こんな状況だってのに朝っぱらから元気だね。まあ少しは気分転換になってるみてえだな。あなたもすっかり保護者ね。ああ、お前の部屋はそこだったのかよ。塔が違うのに隣同士ってのも変な感じだが。本当ね。おはよう、バン。ああ、おはようさんだ。まさかお前とリゾート地で朝の挨拶を交わす日が来るとはな。いつかミシュラムにだったかしら。そんな状況じゃないっていうのは分かっているつもりなんだけどね。俺もだ。結局そっちも昨日は収穫はなかったみたいだな。不気味なくらいにね。このまま何もないのが一番だけれど、きっとそうはいかないでしょう。招待主を考えればな。そろそろ何か仕掛けてくる。そんな匂いもしてやがる。そう、私はあくまでギルドの遊撃士として動くことになる。だけど他の勢力よりは協力できる部分は多いはず。頼りにしているわ、バン。ああ、こっちこそいざって時は頼むぜ。あれはメッセルダムに現れた。あの格好、まさか。待ち上がれ。いない。 あそこです。一瞬であんなところに。影の異能ってやつか。やがって。あの子って。とにかく追いかけるぞ。逃がすかよ。それにしてもわざわざ姿を現すなんて。もろもろ気にはなるが、ともかく今は追うぞ。あいつの気配、まさかな。いい釣り場じゃねえか。これは昨日は封鎖されていたはずだ。この先に行きやがったのか。シャードサーチで追跡します。フィオ、ゼロスの痕跡を。了解。
いました。やあやあ、よく見失わずついてきたじゃん。ま、ついてこれるように逃げてたんだから当然なんだけどさ。朝から走り回ってご苦労様。ま、それをさせたのは私たちだけど。んだとこらって、お前ら同じような雰囲気と服装。似ているとは思ってたが、兄弟、いや、おそらくは双子か。スーちゃん、あの二人って。ああ、もしかすると。ま、僕たちのことは今は置いときな。あんたらが用があるのはこっちのおっさんだろうしな。いやー、どいつもこいつも働き者で感心感心。おじさんも見習わなくっちゃな。ったく、朝っぱらからパシってくれやがって。ま、これも仕込みの一つってんなら仕方ないけどな。じゃ、予定通り私たちは行くから、あとはどうぞご勝手に。もちろんだ。いつも通り好き勝手をさせてもらうぜ。やろう。とっくに分かってたが、やっぱりあんただったか。結社見喰らう蛇の首都第四中エルロイ・ハーウッド。よう、裏解決や諸君。さすがにバレバレだったみたいだな。南の島でのバカンス楽しんでくれてるみたいで何よりだ。会うのは去年の異変以来になるのか。いや、時間が経つのは早いもんだぜ。この人が庭園が立ち上がるきっかけを作った人間か。あ、お二人にとっては噂には聞いてるぜ。あの県の管理人を倒した二人なんだってな。一応礼は言っておかなくちゃな。おかげで去年の庭園潰しも手間が4分の1減ったわけだし。礼を言われる筋合いはない。別にあなたを楽しませたつもりもないしね。あんたからの招待でさえなければバカンスも心底満喫できたんだが、あの双子、まさかそっちの手先だったとはな。じゃあメッセルダムやラングポートでの活動は。この猛毒親父が裏から手を回してたってことになるわけか。いや、おじさん別に何もしてないぜ。ゼクトアームズの暴走だの、ヘイゆえの内乱だのには一切手を出してねえしな。ふざけてんじゃないわよ。あのイクスって子であれだけ引っかき回しておいて。ラングポートでもヘイゆえの企みを陰ながらサポートしていた様子。首都で気配はありませんでしたが、さすがに無関係じゃ済まされないと思います。答えろ。どうしてあんな招待状で俺たちを呼びつけた。まさかてめえのリゾート地のモニターを頼みたいってわけじゃねえよな。おいおい、もう本題かよ。もっとおしゃべりを楽しもうぜ。まあ、お前らの探し物を考えると焦っちまうのも致し方なしか。あなたが抑えているんですね、アルマータの遺産、第8のゲネシスの外郭を。ふんふん、切り込むね。逆にこっちが聞きてんだが、お前らはどこまで知っている。何、どこまでって。オクトゲネシス、シー・エプスタインが残したオーブメントの原型。数十年以上前の代物でありながら
今の技術をはるかに超えたオーバーテクノロジー。あれは一体何のための装置だ？動力技術を確立するための実験に使われた原型動力機。それがどうしたっていうのさ。それで終わるもんじゃねえってことはお前らも知ってるんだろう。去年アルマータはあれを使って常識を超える事件を引き起こしていた。指揮科にタイ君の復活、薬物を介した精神操作、シングラリティの再現、デスゲームのルール監視、極めつけは首都でのハンマ化だと思っていた。まさかそれ以上が今になって起きているなんてな。それはこの人。さっきから要領を得ないな。何が言いたい？しらばっくれるなって。なあ教えてくれよアークライド。死んだことがあるっていうのは一体どういう気分なんだ？ここにいやがったか。バン。やれやれ時間切れだな。エレイン。シェリド殿下たちも。あなたたちが慌てて出かけたのがビラから見えてね。あの封鎖も解けてて何事かと思えば、まさか破壊にたどり着いてるとはな。いえ、たどり着くというか。ふざけた道案内をされたってのが正しいわね。そのあたりは気になるが。ええ、まずは拘束が最優先かと。抜け駆けはいただけませんね。そう。いや、それだけじゃねえ。やっと見つけたぜ、破壊。副兵長殿と同時なのは尺ですが。優先すべきは下方があり、しがらみは脇に置いていただこう。目標捉えましたな。かくれんぼも終わりかな。作戦 G4 開始。これより対象を拘束する。はっ。お兄ちゃんたち。イカルガに聖杯騎士、隠密総兵の方々も。出遅れてんじゃないの、この役立たずども。邪魔だ、どけや。まさしく崖っぷち、絶対絶命の状況みてえだな。達人たちが揃いも揃って爽快やね。結社のお二人。ああ、だが、いや、俺もまさかこんな状況に陥っちまうとは。助けてくれよレティ、バルタ。とぼけてんじゃねえぞハウッドの旦那。結社を裏切ってしもた旦さんにつくのはさすがにちょいと難しいやろね。え、今なんて。やっぱりそういうことだったか。やれやれ、双子を下がらせたのは失敗だったな。こういうほころびの積み重ねが完全犯罪を遠ざけちまう。犯罪の天才ともあろうものが焼きが回ったってもんだ。いや、歳かね。無駄口はそこまでにしとけよ。時間稼ぎのつもりかい。バンたちへの招待状に各勢力を呼び寄せるあからさまな情報誘導、あなたが何かを企んでいることは明白だわ。そいつが動き始める前に何としても拘束させてもらうぞ。クロスベルや帝国の事件の裏での動きも改めて問いただしたかったところだしな。ん？
ああ企みならとっくに始まってるぜ。親切心で言っておいてやるが、それ以上は近づかない方がいい。何を言っているんですか。苦し紛れのザレ言。いや、まさか。揃いも揃って何ビビってるわけ。だったら遺産は私らがいただくわ。ほら、粋なグズども。はっ、拘束を開始する。待て。これこれあ毒か。ああ、だから言ったのによ、ものの数秒もありゃ島全体が包まれる。逃げ場はねえから諦めな。民間人。うかつ。これが違和感の正体か。やりやがったな、旦那。ほんまいけずな人やわ。バン、サン、ナーディア、スーちゃん。いよいよ幕開けだ。楽しむとしようじゃねえかなあ。影の異能って舐めやがって。あの子って来るとはな。破壊のハーウッド、話がある。他の連中が集まってくる前に付き合ってもらおうか。へえ、だったらいい場所がある。案内するぜ。あれ、ついてこれと思ったらなんで先に着いちゃってんだよ。お疲れ、イクス。まだ足だったみたいだけど。
岩礁地帯、ビラからも見えていましたが、ちょうど死角になっています。ここだったら。ああ、邪魔は入らねえ。落ち着いて話とやらができんだろう。個人的にはせっかくのお楽しみが味わえなくなったのは残念だが。そいつはこの島に仕込まれた何かのことか。あんたに危害が加えられるのをトリガーに自動的に島全体を包み込み蝕むような。ヒュン、なんで知ってんの？もしかして見つかっちゃったわけ？間違いなくバレないようにやったはずだけど、察知してきた人がいたからあまり近くには仕込まなかったし。国際的にも禁止されている BC 兵器、中でも毒物、劇薬などを利用する化学兵器、君たちがそんなものを。メッセルダムでのことを考えると平気で仕掛けてもおかしくなさそうね。やるじゃねえか。どうやって見抜いたのかね。まさか実際に見たわけでもあるまいし。教えてやる義理はねえな。噂通り、噂以上の人みたいだね。どこまでも斜め下にだけど。こんな形とは思わなかったが、直接会えて光栄だ。全ての元凶。噂には聞いてるぜ。あの県の管理人を倒した二人なんだってな。一応礼は言っておかなくちゃな。おかげで去年の庭園潰しも手間が4分の1減ったわけだし。礼を言われる筋合いはない。別にあなたを楽しませたつもりもないしね。改めて聞かせてください。どうして私たちを呼び出したのか。動力ネットに遺産の情報を流して各勢力を呼び寄せたのも含めてですね。理由はそれぞれだろうが、あれだけの勢力があんたを追っている状況だ。その上でわざわざ居場所や情報を晒して自分の首を絞めるような真似をする、一体何が目的だ？必要だったからとしか今は言えねえな。お前たちを呼んだのは他でもない、ちょっとした島巡りツアーに参加してもらおうと思ってな。は？ツアーだって？この島にはいろいろと目を引く古い建物や遺跡なんかが多く残っててな、それらを回って由来なんかを確かめながら過去に思いを馳せる。観光地にはよくある趣向ってやつだ。そういうことを言ってるんじゃないっての。この骨を読んでふざけたことを。至って真面目だぜ、おじさんは。島を買い取ってからどうにも経営が右肩下がりでな。ここらで目玉のアクティビティでも立ち上げて新規客を呼び込もうかと考えててな。そのモニターとして参加してもらうためにお前たちを招待したってわけだ。そういう意味ではオラシオンの時と同じ裏解決屋への依頼ってことになるか。いきなり何を言い出して。建前なのは間違いないみたいですけど。そもそも前回の依頼を受けたのはあくまで俺たちの足場として利用できたからだ。あんたからの 4SPG はもう受けねえよ。それがどんな些細なことであろうがな。だからそれを通すための筋を用意してやったんだ。毒ガスの存在はもう知ってるんだろう。まさか脅迫するつもりですか。民間人も含めた島にいる全ての人間を人質として。起動自体はいつでもどこからでも可能でね。さてそれを踏まえた上で
脅迫者からの 4SPG を引き受けるべきか否か。裏解決屋の流儀にはどっちが合うんだろうな。貴様、やっぱり聞いていた以上の最悪っぷりだね。ああ、庭園が発足するきっかけを作っただけはある。そこまでして僕たちにやらせたいツアーって、どこまでも嫌な予感しかしねえな。ダンさん、いいだろう。あんたのあからさまな思惑に乗ってやる。ただし 4SPG としては断固引き受けるつもりはねえ。あくまで業務上必要な取引として処理する。あんたに絶対に毒ガスを起動させねえためのな。取引成立だな。まあ報酬は期待してくれていいぜ。探し物はこちらに。招待状の文面に嘘はねえからな。それは、どこに行くつもり。取引も無事終わったことだし、身を隠させてもらうぜ。そうそう、ツアーについては他言無用だ。一応まだ企画段階だからな。もし人に言えば分かってるよな。ま、あんたたちと協力したって情報は来てる勢力全部に知れ渡ってそうだけどな。陰越しに見た感じ、すでに2つの島全域に展開してるみたい。仲良くボートに乗ったからかな。めんどくさいことになったね。懸念して島の外周を迂回しましたが、やはり目撃されていましたか。てめえらマジで何を考えてやがる。まあまあ、どう受け取るかはそれぞれの勢力次第だと思うし、取引した以上は僕たちもサポートすっから、せいぜい前向きに行こうぜ。じゃあね、あとは勝手に頑張って。待て、行く前に一つだけ聞かせてもらう。破壊とは別に、お前らは一体何者だ。人では会わなかったけど、ずっとプンプンしてるんだよね。なあちゃんたちが消したくても消えない、同じ匂いが。それって、そうそう、一応これだけは言っておくぜ。パイセンガンだ、ガーデンの最高傑作は僕たちだ。スリーとナイン、その称号は私たちのもの。あのトゲの孤独を生き延びたね。ま、今さらどうでもいいんだけど。やっぱりツアーのマップはこのあとすぐ送っておくぜ。それでは皆々様、ネメスリゾートがお送りする呪われた孤島での特別な一日、とくとお楽しみあれ。
それにしてもこんなことになるなんて。彼らの狙いが分かるまでは慎重に動かないと。エレネーたちのためにも。はい、魔獣も多そうですし警戒しつつ進みましょう。敵の集団厄介ですね。距離を取って戦いなさい。前方に見える洞窟、どうやら最初のチェックポイントのようです。警戒は必要だが、ともかく行ってみないとな。ここなら休憩できそうです。ご名答です。かかったわね、クソ解決や。何、一時的な共同戦線に過ぎません。ゲネシスの外郭、まずはあなた方が持つ2つを回収するためのね。さあ拘束させてもらうわよ。ネッセルダムでの借りも返したかったしね。今まで何度かお世話になった手前、心苦しいですが、何、悪いようにはしません。おとなしくしてもらいましょうか。ゆっくりできたんだろうな。この先何かありそうね。ああ、入り江になってるみてえだな。一息つけそうだな。
なるほどな。だったら忍びないが、こういう形で確かめさせてもらうしかなさそうだ。ええ、破壊の企て、それとは別にあなたたちの真意を。エレインさん、ジンさん、やるしかないってわけね。ああ、現状の俺たちの立場じゃな、相手はあの不動に剣の乙女だ。気を抜くなよ、お前ら。サードを警戒するわ。あなたたちの流儀示してみなさい。さて、確かめさせてもらおうか。呪いぜ、くらいな。行くぜ、バカ。そりゃ切り裂け。頼む、アリエス。立て、みんなを守って。行けた。負けないよ。ブーストのチャンス。ラプラスコード起動。ブーストが有効だよ。ユースビティアルアハブアウトしろ。バーサー、バーサー、轟け。やっぱりやるわね。迷いはなさそうだな。輝ける翼よ。ああ、ナイツオブアスカリア。好きにはさせません。ブーストが有効だよ。ベルト高き御剣よ、響き止め。カトルさん、サテライトキュア。チャンスです。お任せ。そうだ、展開拳。こちらの番だ。ブースト展開よ。しまいにしようぜ。おまけだ。終わりだ。これで十分。
ギルド連中を巻き込めたのは大きいが、あの装置はきっと島中に。危険な状況に変わりはありませんね。はい、今はやれることを一つ一つやっていきましょう。何ゲネシスの。さあ拘束させてもらう。何わどうやら早速出番のようだな。協力を結んだからにはね。こんなに早いとは思ってなかったけど。メッセルダムやコートでの騒ぎについて改めて聞くにもいいタイミングだろ。なあヘイユエにゼクトアームズの面々。ここでギルドが絡んでくるなんて聞いてないっての。一旦引かせてもらいましょうか。ここは食い止めておく。行きなさい。あの使い手もいるはずだ。気をつけろよ。不動は来なかったか。少々物足りんな。てめえは当然待ち受けていやがったか。関係は失敗したようだな、サオ。あんたらしくもない。だからこんな小物どもと手を組むなど反対だったんだ。思わぬ火星が来てしまいましたね。ああ、誰が小物よ。口を挟むな、女。貴様とは話していない。当然だ。没落した家などにもはや興味はない。ウロウジとしてさまよっていた俺を拾い武人として育てたんだ。ただそれだけだ。俺はただ満たせればいい。幼い頃から俺を苛み続けてきたこのどうしようもない渇きを、活栄を。魑魅魍魎どもが覇権を争う兵ゆえに加わった新たなる長老家リー家はまさしく絶好の場だろうからな。てめえルー家をも出し抜き認めさせる形で起こされた新しい長老家兵ゆえが再び裏社会での立場を確立した後、本格的な覇権争いには必ず名を連ねるだろうな。あえて狙われ追い上げられる立場に立つ、それ自体が目的ということでしょうか。待ってよ、理解できないんだけど。理解してもらおうとは思わん。
ただ邪魔をするな。潰すだけだ。コートでの借り返させてもらうぞ。この威圧感はクソが。で、私を無視して話を進めてんじゃないわよ。ほら、あんたたちも行きなさい。隙を見て遺産をかすめとるわよ。イエスサー。盛り上がってきたみたいじゃん。ゲッ、何、どうしてここに。で、まさか言ったじゃん、取引分のサポートはしてやるってさ。ツアーを円滑に進めるためのガイド役ってやつ。まさか私たちの火星に。ちっ、ややこしくなりそうだが、せっかくだ、利用させてもらうぜ。取引していたというのが本当だったのは少々驚きですが、破壊と協力しているのが分かった以上、例の外郭は返していただいた方が良さそうです。リー家の今後においても何かと利用できそうですしね。簡単に言ってくれるじゃない。上等だ。アシェンの分までぶちかましてやるぜ。チャオ。リーケの今後のためにもさ、俺を満たしてみせろ。出てくるぞ。
さん。最後の試しをしたいだけですよ。あなたがリーケにふさわしいかどうかのね。何を言っている。あんたは言ったはずだ。俺の戦いに、俺の部に意味を与えてくれると。だからあんたについていくと決めた。今さら試しなどと。いいえ、それだけではダメなのですよ。何せこれはリーケの今後において極めて重要な試しなのですから。月下流筆頭剣士ガウラン、いえフェン・リーが新たな家の当主としてふさわしいかのね。リーダーだ。その名前、まさか。あなたは私の実の弟です。正真正銘血のつながった。サオ、俺はあんたに憧れていた。身寄りなくルーケに引き取られたという俺と似た境遇。それでいて拳でしか語れぬ俺と違い、知略と野心を持って邁進し続けるあんたを、それが実の兄だとは思いもよらなかったが、生き別れの弟を見つけ出し失われた家を復興するため、まさかそんな甘ったれた憐憫ごときで全てを画策したわけではあるまいな。それこそまさかでしょう。兄弟である事実は辞典に過ぎません。表向き当主の座は譲りますが、それはあくまで私が私の本領を発揮するため。その結果、誰が実質的なトップなのかは暗黙のうちに決まっていくでしょうから。あくまであんたが裏の当主として実権を握るつもりだと。それを聞いて安心した。見事。今すぐ引き受けるつもりはない。俺の方も改めてあんたを見極める時間が必要そうだ。納得させてみるがいい。フェンの兄サオリー、この俺が背中を預けるにふさわしい、渇きを満たしてくれる唯一無二の男だとな。いいでしょう。これからもよろしくお願いしますよ、ガウラン。
満足かよ。ようやくてめえの望みを叶えられて。そう、てめえが俺のことをいろいろと気にかけてやがったの。生き別れた弟の代わりになどと答えでもすれば納得できますか？私の野望もまだまだこれからです、アーロン。あなたが道を定める日も首を長くして待っていますよ。さてと、もう昼か。一度ヴィラの方に戻ってみるのもいいかもな。そうね、ニナたちの様子も気になるし、チェックポイントの回り方も含めて検討してみましょうか。生き返るぜ。ここは坑道か何かか。封鎖されているみたいだが、だいぶボロいし、もしかするとリゾート地になる前からあんのかもな。ふん、チェックポイントじゃなかったはずだが。さてと、警戒しましょう。敵集団発見、注意しないと。
になるぜ。行くぜ。ブーストチャンス消えろよ。行けカトル。ブーストのチャンスだよ。この調子で行きましょう。そこです。ここです。負けません。アミヤスさん、貫いて。好機です。今です。こちらの番だ。そこだテリー。ブーストが有効して。もらった。カトルさん、宝箱だな。距離を取って戦いなさい。は、群れてやがんな。ここなら休めそうだね。生き返るぜ。元気そうで何よりだね。朝から大変そうだったけど、それほどでもなかったのかな。
どうせ後で邪魔をされるくらいなら今ここで考古の憂いを立った方がいいだろう。まだこっちが万全のうちにな。うわら！その方が話は早いか。いい返事だ。それじゃ始めようか。お相手つかまつる。参られよ。気合を入れなさい。私の退屈払えるかな。いざ姫の共回りとして、いざお相手つかまつる。こっちだ。どうだか。チャンスだ。そこだ、テリー。炎よ、我らに息吹を。アニアスさん、行きます。ジブリールガード、チャンスだ。こっちだ。さすがにやるな。行け、カトル。フラン、みんなを癒して。バク、アンギ、影芝居、アレクル、ランセス、好きにはさせません。ブーストが有効だよ。行くぜ。大丈夫か。ありがとう。行きます。ブーストが有効だよ。大敵ご検証よ。刺激され。アニアスさん、アニアスさん、テラスフレアデスレイ。みんなを癒して。チャンスだ。バンカーしとけ。とどろけ。ごめん。こちらの番だ。いつでも行ける。お見事。例の方、見切った。敵は取ります。炎よ、我らの息吹を。楽しくなってきたよ、アニアスさん。さて、みんなを守って。チャンスだ。バンカーしとけ。とどろけ。行け、カトル。カトル君、ここだよ、お願い。好機です。炎よ、我らに息吹を。炎よ、我らの息吹を。チャンスだ。バンカー、切り裂け。負けません。ここだ、好機です。ブーストが有効だよ。ベリさん、ラフィール、エッチ、バーさん、ブーストチャンス消えろよ。
で作り立てよう。元気に刻め。負けないよ。トライ開始。崩せるかよ。それ感謝しました。いきます。アミアスさん、プラスレアデスレイ好機です。そこだテリー。よーし、これで終わりです。バーさん、これは今です。腕つくかせよ。さっきに刻め。セオスだ。今回はこれまでだね。厄介ですね。距離を取って戦いなさい。強敵だな。気をつけろ。一息つけそうだな。正面から来るとはな。何かしら仕掛けてくると思ったが。君もあくまでそちらの一員として動くというわけか。ああ、お前たちが破壊と取引した時点で細かな事情を聞くのは拘束後になる。
甘い。君たちのことは信頼している。最悪と協力するなどありえない。だがそれはあくまで友人としてだろう。やるつもりかよ。鳳凰家の船に立ち入った人物とつながった事実、何より君たちがこの事態の中心にいる以上、改めて我々にも示してもらいたい。君たちの器をこの状況を託すに値するかを。申し訳ありません。ですが破壊の脅威を考えれば必要でしょう。殿下たちをお守りする立場としても。殿下、ラージェさんも避けられませんか。ああ、仕方ねえ。私も見届けます。皇后サルマンが娘として、皇太子の妹として、兄様が認めた裏解決屋の皆様の在り方、どうか示してください。シャード展開。さあ今一度確かめさせてもらうよ。護衛官としての責務を果たすまで。逃がすかよ。吹き飛べ。まだだ、そんなものじゃないだろう。なるほど、この揺るぎなさ。行け、カトル。高度送信、展開、後期です。こちらの番だ。今です。待てません。とどめる。ウルスラグナ。ここです。負けないよ。はっ、そこです。
崩せるかよ。頼むアリエス。もらった。それでこそ君たちだ。そこだテリー。テラ今だ。これなら。なんだ、裏解決屋じゃん。警戒して損したね。どうやって入ってきたの？
お宝発見です。休めそうですね。生き返るぜ。正面から来るとはな。何かしら仕掛けてくると思ったが、君もあくまでそちらの一員として動くというわけか。ああ、お前たちが破壊と取引した時点で細かな事情を聞くのは拘束後になる。甘い。スナイパー、パラライズ弾だと。一体どこからだ。バカな、スナイプポイントは完璧に洗い出して。まさか。百発百中。へえ、あんたらの援護射撃ね。しかも相手はあの MK 部隊だって。なかなか面白そうじゃん。ああ、ただし殺しはなしだ。足止めだけしてくれりゃいい。妹の方には現場を手伝ってもらう。うっかり俺たちを撃つんじゃねえぞ。ちょっと腹立つけど、僕たちまで利用する度胸は悪くないじゃん。まあ今回限りだけどな。一体どこから。探る。え、はあ、あっぶねえ。嘘だろ、打ち返してきやがった。おいおい、マジかよこの対応力。さすがカシム主任殿か。ええ、戦力は削れたとはいえ決して油断はできないでしょう。動くな。レッセルダムに現れたという鋼弾使いか。ラングポートに現れた娘も含めて破壊とのつながりは推測されていたが、まさか本当に協力しているとはな。お兄ちゃん、
その辺はちょいとややこしくてな。腹割って話せりゃよかったんだが。不要だ。そちらも含めて会食堂ではできなかった脅威度査定をする必要がある。話は拘束後まとめて聞かせてもらおう。フォーメーションデルタ。イエスサー。結局やるしかねえみたいだな。部隊員も高位両兵級ですが、正面から乗り越える必要があるかと。やってみせます。言われた通り来たけど、ちょっととんでもなくない？まあ一応加勢するけど、適当に断ればよかったかな。あ、ちょっとだけなあちゃんと似た者同士の匂いがする。無駄口叩いてる場合か。来るぞ。かかってきな。敵戦力の無力化を開始する。クソチャンス、キルは取るよ。これでどう？よっ、はっ。センスだ。クソチャンス、キルは取るよ。はい。頼んだ。続いてください。飲み込め、サタナエルハンズ。せっ、好きにはさせません。はぁ、これで決めます。とどめです。イグニスランページ。戦闘継続。この程度では押し通らせ。ブーストゲージ限界突破だ。くるるるここだ。吹き飛べ。チャンスだ。カラスマリア。アニエスさん、いきます。ジブリールガード。バンソン、そこだ。テリー、そこです。センサー。行くよ。クア、みんなを癒して。任せたよ。お願いします。切り裂けてダージュブレイド。続いてお任せ。終わりだ。ここまでやるとはな。
お兄ちゃん、ちゃんと戦って分かった気がする。それがお兄ちゃんのあり方なんだね。そうだ。たとえ年離れた妹が相手であろうとも、俺は戦える。己の内なる炎が揺るがぬ限りは、それは似て非なる覚悟とあり方だろう。ある種の欺瞞の上に成り立つ戦士とは。考えるがいい。自分の納得がいくまで、お前の炎のあり方を決めるのはフェリーだ。他でもないお前自身だ。ううん、気にしないでください。今はやるべきことをやらないと。遺跡調べるんですよね。一息つけたな。しみるわね。うわ、生まれ変わったみた
あれは見かけない魔獣ですが、夜行性の魔獣が現れているようですね。皆様どうかご注意を。よし、素材を借りまくろう。ハンティングに来たんじゃねえよ。急がねえとな。何でしょう、この王冠は。皆様顔色がまさかとは思いますが。休憩できそうです。ヴァンさん、アニエスたち。あら、まあ。てめえら、来やがったのか。僕がやるから、せめて苦しまないように。
急がねえとな。敵の集団厄介ですね。やれやれ、聖職者が話も聞かずにってか。メッセルダムじゃ協力できたんだ。懺悔くらい聞いてくれてもいいと思うが。ああ、てめえらにも事情はあんだろ。そのくらいは分かってる。だがとにかく時間がねえ。奴が本格的に動き始めてからじゃ遅すぎる。こっちの要求は2つ。今すぐ手を引け。そして破壊の目的と居場所を教えやがれ。悪いがどっちも飲めねえ。いや、飲むわけにはいかねえな。なるほど、それもまた事情のうちというわけですね。ですがそうなるとやはりこちらが取れる手段は一つです。貴殿らが下報たるや否や、この手で直接確かめるしかあるまい。やっぱりこうなるのね。仕方ねえ、全力で食らいつくぞ。いいぜ、かかってこいや。破壊の居場所吐いてもらうぜ。まずは見極めるとしましょうか。見せてもらおう、貴殿らの器を。クルブースト全開よ。迎え撃とう。しまいにしようぜ。バンドロイズライド。てめえら、この霊気の乱れは。やるな。だがセオスター、ミート解放。いつでも行ける。呪いぜ。くらよ。青き刃よ、切り刻め。見切った。聖典よ、我らに加護。我が深淵にて震えし呵責の刻印よ、暗き魔を喰らう炎の阿弥陀となれ、ティアンマ・ミズガルハ。好きにはさせません。ブーストが有効だよ。メリちゃん、ターゲット捕捉、逃がしません。バーさん、ブーストチャンス、死ぬ発動。おまけです。チャンスです。
しい。バカ野郎どもが。我が深淵にて凍えし氷炎の刻印よ、汚れす世界に永遠なる性質をもたらせ、ニブルヘイム。好機です。チャンスだ。チャンスです。誰誰おまけ。あなた方は セリスさん、やはりこれは…てめえら我が深淵にて凍えし氷炎の刻印よ、かの者らの汚れを焼き払え。ん？なら休めそうだ。それにしても。もし彼らの処置を受けてなかったら…想像したくもねえが…この施設…生き返るぜ。もしかしてこの島全体とも関係が…ワンさん、アニエスたち…あらまあ、てめえら来やがったのか。ダメ、すぐに出なさい。この部屋は。
懐かしい話だぜ。島巡りツアー最後のチェックポイント、せっかくだからこの目で見届けようと思ってな。ああ、ウイルスのことなら心配ないぜ。おじさんはとっくに抗体を持ってるんでな。やめろ。それ以上レーンを傷つけるのは僕が許さない。彼女の痛みを、傷跡を、もう誰にも暴かせるものか。レン先輩、あーちゃん違う、あれはレンちゃんじゃない。植物、どこかで。チッ、またか。朝からちょいちょい様子がおかしなる思うてついてきてたけど、これもダンさんの仕込みのうち。ほんと仕方ない人やね。アークライド、邪魔しようってんならただじゃおかねえが、旦那のことだ。そっちも仕込みは済んでやがるみてえだな。そういうことだ。さあ一緒に乗り越えるとしようぜ、裏解決や。じゃなきゃ分かってるな。ち、仕方ねえ。ただしこっちは利用するだけだ。黄金鳥と痩せ狼を抑えて蓮を落ち着かせるまでな。はいはい、了解。近づくな。蓮は僕が守るんだ。蓮先輩。やっぱりあなたは。とにかく一度沈める必要があるでしょう。やろう、あーちゃんたち。ああ、あいつを取り戻したいなら。わかりました。行きます、先輩。カードを携帯するわ。レンは僕が守るんだ。詳しく話を聞かせてもらおうかな。旦那、アークライドも覚悟しろや。お前よ。好きだらけだ。行くぜ。ブーストチャンス。そうだよ。頼んだ。続いてください。ガッツくなって、これでも食らいな。チャンスだ。ラプラスコード起動。止めろ、近づくな。ここです。チャンスです。やアミエさん。
もノリノリやね。チャンスだ。今のうちにあの端末を。分かった、お任せください。なあちゃんも手伝うかな。待て、やめろ。それがなくちゃ。レオン、いいの、もう守ってくれなくてもあなたは十分。私を、レンを守ってくれた。話せなくなっても心のどこかでこの場所をはっきり思い出せないよう記憶に蓋をしていたのもあなたなんでしょう。僕は消えてしまう前に、最後の最後にひどいことを言った。君が悪いんだ、どうして僕を殺さなかったって。この場所で、あの大人たちで、誰よりも一番傷ついていたのは一人になってしまった君だったのに。大丈夫、気にしてないわ。ずっとずっと感謝していた。あなたが、あなたたちがいたから、レンはレンのままでいられた。そしてヨシュアに、レーベ、パテルマテル、エステルに、ヒータに出会えて、バンさんやアニエス、たくさんの人たちと出会って、私は私になれたんだから。レン、そうか、君は今幸せなんだね。ええ、とてもね。端末機能停止。ざっとこんなもんかな。だったらよかった。もう心配しなくていいんだね、僕たちの連。どうかこれからもずっと幸せに。ありがとう、クロス。大丈夫、少し疲れただけだから。戻りやがったか。これでダンさんの企みは、いや、むしろ始まったんやろか。さすがはレティ、伊達に付き合いは長くね。これ見てツアーは終了。裏解決屋諸君もご苦労だったな。一つ聞かせろ、あの呪いのウイルス、あんたが仕込みやがったな。まさか。抗体はすでに持っているとか言ってたが。ああ、誤解するなよ。俺は軽く手を加えただけだからな。もともとこの場に渦巻き、最悪の呪いと化していた連中の怨念、そいつを高度化して培養していた殺人ウイルスに書き込んでみたわけだ。完全に副産物だが、バイオ兵器としちゃ悪くねえ出来。そのうちまたどっかで活用できるかもな。化学兵器に続いて
けど。やろう、また。待ちなさい、好き勝手引っかき回しといて。むしろこれからだぜ。毒ガスも夜までには解除されんだろう。せいぜい最後まで楽しんでいってくれや。逃げられました。はっ、もはや逃げ込める場所なんざそうは残ってねえはずだ。あとはてめえらで勝手にしろや。バルタ、レティもありがとう、付き合ってくれて。あくまでダンさん追いかけるついでやったしね。ほな、レンのことよろしゅうな。レン先輩、大丈夫みたいですね。もう平気よ。心配かけちゃったみたいね。首都のハンマカでもそうだったけど、後輩にみっともないところを見せてばかりだわ。そんなことありません。先輩が背負ってきた傷も拷問、今の先輩を作ってきたもののはずです。先輩の中にいた人だってあんなにも先輩のことを思って目をそらさずにちゃんと向き合ってきたから、それをみっともないなんて言わないでください。アニエス、そうね、ありがとう、叱ってくれて。大丈夫、何でもないから。なわけねえだろ、すぐビラに運ぶぞ。エスメル准教授にも連絡を。Thank you.
まさかバンさんも。悪いな、カトル。詳しい話をしてやれなくて。だがお前は俺とは違う。とっくに立ち直れているはずだ。大切な家族と巡り合ったことでな。それが僕の、私の。よう、待ってたぜ。あんたは。ようやく目覚めたみてえで何よりだ。もう分かってるんだろ。お前さんがこの世界の異物だってことは。ここまで仕込んだ最大規模の劇場型犯罪のクライマックスを彩る最後の鍵。さて、今こそ見届けさせてもらうとしようか。カトルさん、あんな状態で一体どこに。考えすぎだといいけど、破壊が関与している可能性も考えた方がいいわね。ともかく怪しい場所があるとすりゃ。さてと